え皆さんどうもこんにちは。えー、今日は12月の29日の木曜日。えー、今年もあと残すことわずかと、残すところわずかとなりました。えー、営業日で言うともう今日と明日で終わりということです。えー、まあ今年の1年は、ざっと見てみますと、3月ぐらいからアメリカの売上が急速に加速をし始め、 それに伴って急激なドル高そして円安が進みましたけれども10月に151円台までドル円はつけましたが、まあ、そのあたりからアメリカの利上げが、まあ、だんだんとペースが落ちて来年にはもう終わるというような見方が広がってきたために、まあ、行き過ぎた相場が大きく反転をして えーまあ、現在、ドル円は133円台から134円台ということになってきています。まあ、よくよく考えますと、ピークから20円以上、えー、一時、ドル安円高になっているという展開になってきているわけです。えー、っと、まあ、あのー、来年の見通しについては来週お話をしますけども、えー、今日はの年末年始ということで考えたいと思いますが、えー、ここに来て、 えーまあ、2つポイントがあると思うんですけれども、まあ、1つはこれ、先週も申し上げましたが、えー、今回のドル円、あるいはユーロドルの動きを見ていると、えー、かなりテクニカルというか、チャート上の動きをしているという感じがします。まずドル円ですけれども、これ、週足を見ていただきたいんですが、130円というのは非常に大きな節目になっています。 えー、今年一度140円近くまで上がって大きく下がった時も130円台でしたし、えー、上がってくる局面でもみ合いに一度なったのも130円台でした、これ、チャートで見て確認していただければよくわかります。それと一目均衡表の、えー、雲の上限ですね、これもだいたい130円近くに収束してきているという感じなので。 えーまあ、本当にいろんな、えー、サポートラインというかチャートポイントがあの集まっているところなんですけれども、まあ、見事にそこで止まりました。そして今、ショートカバーで上がってきているという流れですね、えー。ユーロドルも実は同じでして、ユーロドルも、まあ、これはあ、えー、パリティ終わって0.94台ぐらいでしたっけね、えー、下がりましたけれども、そこから大きく反転してきていますが、 えー、これもあの週足を見ると一目均衡表の今度はあ雲の下限ですねのところにこうひっつき、えー、ひっついてきていますえー、まあチャートというのは不思議なもので、えー、これにどういう理由があるのかよく分かりませんがえー、まああのチャート上のポイントっていうのはまあいろんな相場の節目になることがよく 起きます。今回はそういう動きになったということだと思います。で、それが一つ目ということですね。でもう一つはここに来てアメリカの長期金利が急にものすごく上がってきています。えー、直近で言いますと、十年ものの国債の利回りがもう十三点九パーセント近くまで上がってきていますが、実はこの水準は。えー 前回、アメリカの CPI が非常に予想より低くて、えー、金利が急落しまして、ドルも急落した、あの水準を上回っています、えーあ。その、それが落ちる、急落する前、スタートの時点すらも上回っているということなので、えー、CPI ショックを全部カバーした以上に金利が上がってしまっているということなんですけども、これが非常に不可思議ですね。 えー、特段その、その後、まあ、若干、えー、強い経済指標はあったものの、えー、FOMC で、えー、またその利上げペースを早めるとか、まああの、高いままにしておくとかっていうほどの材料出てきていないのに、ここまで戻ってきているというのは、まあ、非常に不思議な感じがしますけれども。まあ、あの アメリカの金利が当然上がっていますから、ドルはまあ下落傾向からまた反転してきているということがあの起きているわけで、えー、えなかなかあのこの現象をどう捉えていくかっていうのは非常に難しいなというふうに私は感じています。まあおそらくその CPI ショックの時にまあかなり金利がもっと下がるんだというふうにポジションを取ってしまって。 年末年始の、年末にかけてのポジション調整でみんな、まあ、債券をかなり売ってたんでしょうね、それを買い戻してきて、あの逆ですみません、債券をかなり買ってたんですけれども、それをまあ売っていくので、長期金利がだんだん上がってきているという状態になってきているという、つまりまあポジション調整だったなというふうに考え,る考えざるをえないなというふうに思っています。 まあそう考えますと、えー、アメリカの金利もポジション調整を終えてきている。でえー、ドル円相場もまあ130円台まで下がったところからじりじりと戻してきていて、まあ、これも落ち着いてきているというか、まあ、ポジション調整で上がってきているという今の段階はそういう段階だと思いますね。でここからなんですけども、ここからはちょっと正直難しいと思います。年末年始は、 あの通常はかなり大きく動くんですけども、えー、この今の現時点の状況を考えると、えー、どちらかにこう相場を動かそうとするのはかなり難しいと思いますねですからドレっンはっぱ年末年始133円台から135円台の2円ぐらいのレンジのところに入り込むでしょうしユーロドルも実は今1.06台のところでスタックしてしまっていますけども、まあ、この状態からなかなか抜け出せないだろうなというふうに思います。 えとあとあ、黒線もドル円の戻りと合わせてかなり戻ってきてはいますけれどもこれもまあ相場失速するんではないかなということで、えー、ここからはあのもみ合いに入ってくるだろうなという感じがします、えーまあ、先ほど例年の話をしましたけれども、まあ、例年はあの1年のスタートということで大きくどちらかに仕掛けるという動きが出ますが まあここまで何て言うんですかねえ分かりにくくなってしまっているとやっぱり勝負をかけづらいとい思いますのでえヘッジファンドなどもまああ年の初めは慎重にやってくるんではないかなと思います、まあ、そういう意味においては狭いレンジの中でのこの年末年始ということになる可能性が高いということだと思いますのでまあここはあんまり あの、決まらないで、まあ、軽めに流しておくという、そういう時期ではないかなと思います。そしてその後には必ず、どちらかに向かっていくという、そういうトレンドが出てきますので、それを見極めるという時期でもあると思いますので、少し年末年始頭を整理をして、来年に備えたいというふうに思います。それでは、今年1年、本当に皆さんどうもありがとうございました。 来年も皆さんと共にとにかくトレードは楽しくやりながら利益を上げることが一番大事ですので皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。それでは、の良いよ年をお迎えください。ありがとうございました。